オスカル・クラインオスカル・クラインは、スウェーデンの理論物理学者である。ニシナ・ヨシオと産卵に関するクラインイコール、ニシナの公式を導いたことなどで知られる。スウェーデンのストックホルム県ダンデリードに、ストックホルムのラビを務めるゴットリーブ、クラインの息子として生まれた。ノーベル研究所で、スバンテ・アレニウスに学んだ。その後ジャンペランに学んだが、第一次大戦の勃発により、 兵器についた。1917年から数年デンマークのコペンハーゲンにおいてニールス・ボーアの下で研究し、1921年、ストックホルム大学で博士号を取得した。1923年にアメリカミシガン州アナーバーのミシガン大学で講師の職を得て、デンマーク人の妻、ゲルダ・コッホと共に移り住んだ。1925年、 クラインは再びコペンハーゲンに戻ると、オランダのライデンで、ポール・エーレンフェストと共に働き、1926年に、ルンド大学の講師になった。1930年には、かつてイバール・フレッド・ホルムが1927年に、死去するまでその椅子にあったストックホルム大学の、物理学教授職のオファーを受け、 1961年に名誉教授として退任するまでその職を務めた。1959年マックス・プランクメダルを受賞した。クラインは現代物理学に多くの新しいアイデアを導入した。クラインはカルサイコール・クライン理論の一部であり、M 理論や原理論にとって不可欠な余剰次元は存在するが非常に小さなスケールに織り込まれている。 とする考えを編み出した。クラインはまた、原子を周回する微小な不可視粒子を伴う時間、旅行についての理論についてもよく知られている。この理論は広く認められているが、原子内粒子試験を含む、現在の技術では証明も反論もできていない。クラインの名前のついた理論として、カルツァイコールクライン理論、クラインゴルドン方程式、クラインイコール、ニシナの公式が挙げられる。 ストックホルム大学で年に一度開かれるオスカルクライン記念講座は彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。